はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート287ということで278週目、いきたいと思います。言ってしまいますとですね、286週目の後にすぐ撮ってますんで、環境としてはね、一緒です。まあ今日は本当に暑いので、こう汗を拭きながらですね、やらせていただきたいかなというふうに思います。はい、287週目いきたいと思います。もう本当にめちゃくちゃ暑いわ。はい、今回ですね、エネルギーマスタープラン策定業務委託料ということで、まあ、6月のね、定例会の中での、まあ、補正予算で出てきた案件で、まあね、この内容についてはですね、まあ、担当課の課長にね、ちょっときっちりと説明をいただいたっていう内容ですので、まあ、ここでもね、少しお話をしていきたいかなというふうに思います。はい。まあ、金額は1353万だったので、まあね、やっぱこう、4桁乗ってくると、まあまあ、目立ってくる金額ではあるし、内容どうですか？エネルギーマスタープラン策定業務委託料。いや、なんやねんっていうふうに思いまして、で、言ったことなんなんやっていうふうにね、思いまして、これはちょっとね、中身があまりにもわからなすぎ、例えば先週のやつとかやったら、中学校の、まあ、改修工事、あと雨どいの改修工事っていうのはね、書いてるので、まあ、わかりやすいじゃないですか。雨どいの工事をするんやなっていう形なんですけど、まあ、エネルギーマスタープラン策定業務委託料、もう、わからんことだらけ、エネルギーマスタープランってなんやねん。策定業務ってないねんみたいなところで、まあ分からないことだらけだったので、まあ担当課に聞きに行ったっていう形で、まあ金額もね、1353万円だったので、まあちょっとね、どういうことかっていうふうに聞きに行きました。ちょっとこれうまく本当に申し訳ない、説明できるか微妙ですけど、お聞きした内容ね、まあそのままっていう形にはならんと思いますけど、私のね、理解のもとにね、お話をしていきたいかなっていうふうに思います。まあどういうことかっていうと、めっちゃ短くね、まとまってしまうんですけど、町内でですね、太陽光で、売電、自分で電気を起こしてる方がいらっしゃって、今ね、中国電力に販売してる方、いらっしゃると思いますけど、まあ、それをですね、まあ、山積のような、電力会社を町のね、資本も入れて作ってしまって、で、そこが、太陽光の、電力を買い取って、町の施設ですね、要は町の役場とか、まあ、学校であったりですね、そういうところに、電気を流して使っていくっていう、まあ言うならば電気の地産地消みたいなイメージだと思うんですけど、そういうものが実際に、そういうね、山積の会社を立ち上げて、売電買う方のね、電気をして、やっていけるかどうかみたいなところの、まあ、策定業務を、まずはね、こう、どう言ったら、マーケティングしてもらう、マーケティングっていう言い方かな、調査。本当にそれが成り立つかどうかの、まあ、市場調査をしてもらうみたいな、そういうイメージでね、捉えました。で、これ何かっていうと、まあ他でもね、何件かそういうことをやってる自治体があるようです。あるようです。で、実際そこでも黒字化できてるところもあったりするらしいので、黒字化できていくとですね、まあその分ですね、言うていいのかな、はい。まあある意味ですね、町の基金の方に積み立てることもできたりするので、まあメリット的にはね、なきにしもあらずというか、まあ、メリットが大きくなる可能性が十分にあるのかなっていうところで、お聞きしたんで、まあそれに関してはですね、まあ、どちらかというと少し面白い企画っていうか、まあ内容ではあるんかなというふうに思いました。ただ、それに関して1353万円って、いや、まあまあ高いよな、っていうね、まあ素直に思いまして、まあ財源構成っていう形で、実際じゃあ、この1353万円の中身どんなんなんですかっていうふうにお聞きすると、まあ財源構成としては国の補助金が、まあ3分の2ですね、まさにね、902万円と。で、町の持ち出しが451万円あるというところなんですけど、まあ僕らが、ね、よく、ね、言う、真水っていうね、もう税金そのまま使うっていうね、地方交付税か。地方交付税をそのまま使うんではなくて、今回は基金繰り入れということで、貯めてた貯金の中から切り崩して、それをもう財源に当てますよ、ね、基金繰り入れになります。それでもね、451万、安くないですよね。安くないんで、まあ、将来的にメリットが出る可能性があるものに対して、まあね、実際どうなのか市場調査をしてもらうと。
いうところで、最終的にですね、まあ、金額的には1353万円の、まあ、補助金が国からね、902万円3分の2入るっていうところで、まあ、町の持ち出しとしては、まあ、今まで貯めたお金の一部ね、少し使わせていただく451万円ではあるんですけど、まあ、そういった意味でね、投資する価値は感じれるのかなっていうね、先ほども言ったように、実際ね、動き出したね、この、まあ、具体的にめちゃ細かく聞いたわけではないんで、ちょっとね、間違った表現してたら申し訳ないですけど、まあ、三石のような、こうね、会社を作って、電気をね、買い取って回していくっていう電気の地産地消みたいなことができて、かつですね、まあ、黒字化をしっかりね、やっていけるっていうのであれば、まあまあ、すごいその企画としては、企画っていう言い方がちょっと正しいかわからないですけどね、まあ、面白いのかなっていう、将来性がちょっとね、あるのかなっていう見方もして、まあ、その中でね、451万円っていう、まあ、基金を取り崩してやるっていうことに対しては、まあまあ、面白いんじゃない、面白いって言い方は良くないかもしれないね。はい。まあでもね、やるメリット、価値は出てくるんじゃないかなっていうふうにね、思いまして、まあ私はね、承認してきたっていう形です。まあ、いけるとなってもですね、ちょっと、いろいろとね、いけるっていうんであれば、具体的にどういけるのかみたいなところに対しては、めっちゃ多分質問ある。と思うんですよ。実際、課長に、じゃあこういう場合は、みたいな、結構聞いててですね。まあ、その辺も含めて、まあ、いけるのかどうかの策定業務を、まあ、振ってる、委託してるっていう形だったので、まあ、聞いてる中だけでもですね、相当疑問は湧いてきたので、実際出来上がって、じゃあやっていきましょうかっていう時に、まあ、議員としてね、チェック機能を果たすんであれば、結構いろんな質問を投げてしまうかなっていうね、内容的には思いました。実際本当にね、当初は黒字化できるけど、ね、ランニング、走っていくうちに、実際もう赤字になってしまったら、街の持ち出しただ増えるだけになったりするので、まあ、その辺はね、実際当初何年ぐらいはいけるけどっていうね、計画は出るのかもしれないですけど、その後も含めてですね、結果的にどれぐらいのねスパン、10年20年ぐらいで見るのかっていうスパンによって、まあ、この辺はね投資する、要は5をかけるかどうかって変わってくると思いますので、まあ、この辺はねしっかりと、まあね、実際のマスタープランが作成されて、いよいよねじゃあ走り出していこうかっていうと気に関してはね、結構しっかりと、まあ、議員側もね、チェックしていかないかんかなというふうにね、そういう思いはありました。はい。ということで、まあ、今回はですね、287ですね、エネルギーマスタープラン策定業務委託料が、まあ、1353万円、財源構成としては国の補助金が902万円、基金繰り入れとして451万円という内容に、まあ、私も承認してきたというところで、皆さんの発信を、皆さんに発信をさせていただきました。本日は以上です。どうもありがとうございました。